来週開幕する全国高校サッカー選手権、注目のストライカーがこちら、鹿児島神村学園3年の福田師王選手です。年代別の日本代表にも名を連ねる福田選手は、今日ドイツの強豪、ボルシア・メンヘン・グラッドバッハへの加入が内定し、会見を行いました。ワクワクしてますし、早く挑戦したいっていう気持ちもあります。日本をしっかり背負える選手になっていきたいです。その注目の福田選手、武器はというと、この打点の高いヘディングです。高いジャンプ力を生かし、頭で得点を決めれば、さらにチャンスと見るや、このシュート。ゴールを量産する得点力が魅力。そんな期待のストライカーが海外挑戦を決意したのは、ワールドカップ日本代表、吉田麻也選手と、ボルシアメンヘン・グラッドバッハでチームメイトとなる板倉滉選手からの言葉だったといいます。板倉滉選手なんかと話したときに、もう早い段階で世界を体験できると将来は変わってくるって言われたんで、本当それが決め手になったと思います。板倉選手からは何を言われた？もうとりあえずもう今すぐでもこう言ってやりました。この瞬間にこう心が動いたような、はい、もう覚悟をしてたんで。世界の舞台へと羽ばたく福田選手。まずは高校卒業前最後の大舞台、高校サッカーで初の頂点を目指します。結果残してチーム勝たせるということがやっぱ自分、まあ、一番したいことなんで、勝つことだけ意識したいと思ってます。